視聴ありがとうございます。シンガーソングライターのパクユーです。本日は2017年の動画振り返り企画パート3お届けします。このパクユーチャンネル毎日動画をアップしているということで、今年2017年だけでも300本以上の動画をアップしてきたことになるんですけれども、最近になってこのパクユーチャンネルをチャンネル登録したこのチャンネルを知ったという方にとっては、見逃してしまった動画どれからチェックすればいいか、どれから見ればいいかわからないっていうところあると思うんですね。ということで、この企画では2017年にアップした動画の中から、パクユーが改めてこの動画、頑張って作ったから見てほしいな、面白いから見てみてよなんて動画を5つピックアップして再度ご紹介したいと思います。紹介した動画は右上の情報ボタンからアクセスできるようになってますので、ぜひご覧ください。このパート3では9月から12月にアップした動画の中からピックアップしていきます。まず1本目、9月3日にアップしたパクユー人生初の丸刈り生配信。まあ、2017年、この丸刈りネタ、丸刈り事件を語らずに、スルーすることはできないだろうということで、冷静になってちょっともう一回見てみると結構グロい配信だったので、別に見て見てってわけじゃないんですけれども、これに触れないで、スルーするのは嘘かなと思ったので、一応1本目として紹介してみました。あの M ステに出れるかもっていうオーディションに参加して、そこでまあ僕が落ちて、で優勝者の予想をしてそれを外して坊主になったと、まあ簡単にご説明するとそういう形になるんですけれども、まあこの、坊主になるまでの一連の出来事っていうのは M ステの階段という再生リストにまとめてますので、結構ね長いし、今更振り返って理解する必要もないかなと思いますので、まあ気になる方は見てみてくださいっていう感じでご紹介しておきます。続きまして、9月15日にアップしました新曲のデモができたので皆さんで曲名を決めてくださいという動画ですね。これは新曲のデモバージョンを YouTube 上で公開して、その曲名を3つの候補の中から投票で皆さんに決めてもらうという試みでした。やっぱりあの参加型の企画にしたことが良かったのか、自分の曲の中では視聴数っていうのもすごく順調に伸びまして、まあ、やって良かったなというふうに思った企画、アップして良かったなと思った動画ですね。ちなみにこちらは、完成版の音源として僕は優しいという、タイトルで、すでに iTunes ストアや、まあ、Google Play Music やあとは、各種ストリーミングサービスでも聴けるようになってますので、ぜひパクユーで検索して、聞いてみてください。続いて10月13日にアップした今一番すごい作詞家とは。僕はこのパクユーチャンネルで、まあいろんなプロのアーティストの作品について言及すること多いんですけれども、中でも歌詞に関して、あだこだ言うことが多くて、ていうのも僕歌詞を書く、まあ、作詞っていうのにものすごく、興味があって、ものすごく好きで、ものすごくこう研究してる、ところがあって、そんな僕から、見た今一番すごい、今一番気になる作詞家この人だよ、でこの人の作詞の歌詞の魅力っていうのはこういうところだよみたいなことを、熱く語った動画でございます。これもっとたくさんの人に見ていただきたい、まあ、音楽の魅力、作詞歌詞の魅力っていうのを、僕なりに言葉にして伝えた動画ですので、ぜひぜひ見てない方はチェックしてみてください。続いて4本目の動画が、11月12日にアップしたサッカー日本代表対ブラジル代表戦を音楽的に振り返ろうという動画でございます。まあ、僕音楽と、それ以外の自分の趣味、好きなものの共通点を探して音楽の世界にこう置き換えるとどういうことになってるのかなみたいな風に、考えることが結構好きで、この動画は僕が、音楽と同じぐらい大好きな、サッカーについて日本代表対ブラジル代表の試合を、音楽的に語る、音楽に置き換えるとこういうことが起きてたんじゃないかっていうことを、お話しした動画です。これねかなり僕としては自信作、
すごく頭を使ってすごく時間をかけて作った動画だったんですけれども、あんまり再生伸びず、まあ、僕普段は音楽のネタを動画にしているので、このチャンネルに音楽好きが集まってると思うんですけれども、このサッカーのネタに関してはサッカー好きっていうのもこうちょっと引っかかってくるわけですね。サッカーは好きだけど音楽はさっぱりわからんみたいな人たちもやっぱりこういろんなとこから飛んでくるわけなんですけれども、そういった人にはやっぱりちょっと難しい内容になってしまっているのかなと、簡単にね低評価がついてへこむという、そういう感じなんですけれども、まだ見てない方はぜひぜひ見ていただきたいなと思います。まあ、それでだからみたいなところはあるんですけれども、まあ、僕が伝えたいのは自分が専門的に理解している事柄にこういろんなものを置き換えて考えると、自分が専門としていないものに関しての理解っていうのもちょっと深まるんじゃないかっていうところが伝えたいところで、まあ、その辺をちょっと意識しながら見ていただけると嬉しいなと思います。そして最後、12月4日にアップしたジャルジャルの漫才はなぜ評価が分かれるのか、今度はお笑いのネタですね。僕まあ音楽とあとはスポーツ大好きなんで、スポーツネタたまにやるんですけど、それと同じぐらいねお笑いっていうのも大好きで、お笑いネタも結構、動画にしてアップしてるんですね。でこちらは12月3日に行われた M1 グランプリ2017の結果を受けてその翌日に公開した動画でして、まあジャルジャルの、問題作というか賛否両論分かれた漫才、ピンポンパンポン、背筋伸びてるやないかの漫才ですね。それに関して、なぜ評価が分かれるのか、ジャルジャルの漫才の魅力ってどういうところなのかっていうのを、これも音楽とちょっと絡めながらお話ししています。で、これすごく嬉しかったのがオードリーの若林さんがご自身のラジオ番組で僕のこの動画と全く同じこと言ってたんですよ。ジャルジャルの漫才に関して僕と全く同じこと言ってました。すごい嬉しくて、っていうのも、まあ、お笑いに関しては素人の僕が、音楽の知識で音楽とお笑いの共通点っていうところから、攻め込んでいってお笑いについて語ったものが、お笑い、まあ、その道のプロ、トッププロの視点と一致していた。すごく嬉しくて、だからこれはただの素人のザレ事じゃないんだよっていうところちょっとアピールしたいんですけれども、見応えある動画になってると思いますので、ぜひぜひ、まだ見てないという方はチェックしていただけると嬉しいです。ということで、この振り返り企画も今回のパート3で最後ということになります。全部で15本の動画を、改めてご紹介しました。まだ見てないよという動画、時間のある時に、ちょっとずつ見ていっていただけると面白いかなと思います。まあ、動画ごとに扱ってるネタっていうのは違うんですけれども、一つのまあストーリーといいますか、自分の芯っていうのは曲げないようにブレずにこう一本通してる筋みたいなのは見えてくるかなというふうに思いますので、それをちょっと理解していただけると今後の動画っていうのもより楽しめるんじゃないかなと思います。ぜひぜひ年末正月、ちょっと時間の空いた時に、過去の動画も振り返って見ていただけると嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。